高橋、おめでとうございます。よし、おめでとうございます。切ります。めっちゃ伸びましたね、名人。これのすごいな、これ襟足。だからまあお年玉買ったです、僕の。ありがとうございます。あ、佐々木さんからのお年玉なんですね。はい。最初早いっすね、佐々木さんも。はい。今年もやっていこうかなと。あ、もう名人ってリクエストないですね。え、いやもう通じ合ってるんで大丈夫です。名人に関して、あ、リンクしてるんですね。はい、さっきエアドロップでもらったんで。思い受け取ったんですね。はい。まあ久しぶりですね、前さんも名人もね、会うのは。確かに、だってもう、はい、30日以来ですか。あ、前さんは30日以来会ってないですよね。はい。だ、今日はもう結構経ってますから。確かに、名人はどれくらいなんですか。名人も一緒ぐらいじゃないですか。一緒じゃないですか、全く。確かに。あれ、30日会った。いや、会ってないかも。なんか最後なんか、あれ、なんか忘年会みたいなしてた。あー、じゃあのが最後じゃないですか。確か29かな、じゃあ。あー、そうっすね、だって29ですね。え、ちゃんと前さんと名人の家届きました。僕、え、年賀の品送ったんですよ。届いてないですね、多分。え、送りましたよ。来てないな。はい、間違えた。それ多分もう来てないですよ、絶対的に。送りました。コメントで言われます。なんで常識がなってます。マジ、はい、言われんの。はい、僕言われましたよ。なんでわかんないです。え、どういうこと、どういうこと。え、その年賀を、はいはい、かなんか手土産的なもの持っていかないの。まあまあ上司のね、あれだからね。どうなんだ。いや、まあでもそれはそうですよ、世の中で。本当にそうです。それはコメントの方が正しい。正しいです。どうなのって聞きましたよね、年賀。はい。でもだからいる、あれって。まあまあまあ、確か嬉しいもんな、そういうのちゃんとやってた方がね。どうですか、お前さん、嬉しいですか、そういうのもあったら。いや、まあ嬉しいとか、まあ別にそんな、僕らもそういうの、まあどっちかというとそういう職場とかじゃないじゃないですか。正しい、その、なんていうか、一般的な社会経験、まあ普通の会社っていう感じはしないですよね、あんまり。はい、だからまあなくてもいいんじゃないかなと僕思っちゃいますけどね。まあそう、なんかよそはよそ、俺らは俺らじゃないですか。やっぱかっこいいですね、前。いやいや、だから別に気にしないですよね、別に。それを気にする人やったら、まあ別に。それによってこう評価は下がんないですか。あいつ送ってこんからな。下がんないですよ、そんなんで。送った方が下がるんだよ。いや、それもないやろけど、別に。そこでなんか評価の上がり下がりとかないと思いますからね。僕とか光の場合は。送った方が下がりそうですね。なんなん、お前。マイさん何してたの。まあ、マイさんはいいか。マイさんこの後、まあそうですね、マイさんにもお年玉カットし、あ、してくれるんですもんね。え、いいですか、しても。はい、だからマイさんはじゃあ、まあ名人じゃないですか。名人はね、名人のだってお正月ってもう大体想像ついてますから。どんな正月なんですか、名人正月って。え、彼女と言ってついでる正月じゃないの。そうっすよね。まあ、半々。半々。はい。ですね。じゃあ別になくもないけど。まあ、一応作っていうか、買い物とかは行きましたよ。どこに買い物に行くの。え、あ、家電買いに行きました。おぉ。何買ったの。テレビと。あ、そうか、テレビ言っとったな。あと、テレビ。はい。いいの。あと、掃除機ですね。え、ダイソン。いや、ダイソンじゃないです。どこの。パナソニックかな。今はパナソニックがいい。なんか、彼女的に、そのダイソンは、なんか、なんていうんですか、ちょっと騒がれすぎみたいな。あ、そうなんや。課題評価。あ、そうそうそ う, そう。されてる。あ、言っとったんや、そうやって。はい、え、彼女は家電好きなの。いや、わかんないです。けど、まあまあまあ、そんな言うほどだぞってこと。そうなんや。
で、なんかパナソニックのなんか良さげなやつにしました。使いやすいって言ってた。はい。なんか今っていうか前やったやつがマジでアマゾンで買ったゴミみたいなやつやった。ああ、まあ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 。それと比べると。はい。あと初詣でしょ。初詣。はい。一応行きました。お祈りした？お参り。はい、はい、しましたよ。家の近くの。まあでも家の近くがいいって言いますよね、あれね、神社ね。そうです。ちゃんと守ってくれるからね。そんぐらいする、ね。餅は？食べた。食ったです。あ、食べへんかったんや。年越しそばは。食ったです。何食べたの、明治のお正月。正月。え？町岡？へへへ、確かに。うん。え、マイさん町岡知らないんですか。知らなかったです、マジで。有名なんですか。え、有名っすよね。東京では有名なんじゃないですか。関西はおったピエロみたいな、なんかいない、あのマスコットキャラみたいな。それはわかんないです。え、いるよ、ピエロ。え、佐々木さんは知ってたんですか。知ってますよ、町岡。え、その昔、新潟の時から知ってました、それは。ね、なんかね、町岡っていう名前じゃなかったかもしれないですけど、なんか同じやつはありましたよ、はい、なんかお菓子ワールドっていう名前でしたね、僕は。その町岡そんなすごいんですか。いや、すごいっていうか、だからお菓子がもうひたすら売ってるって。お菓子しか売ってないです。はい。でかいんや。まあ、なんか100均ぐらいの大きさじゃないですか。確かに、店舗はそうっすね。知らなかったですね、町岡それ。町岡、いいっすよ、やっぱ。なんかまとめ売りとかも知るよね。あ、確かに。いや、テレビとか見た？駅伝。いや、雷神。ああ、雷神は確かに俺は見たわ。ぐらい。雷神と紅白。雷神すごかったっすよ、マジで。あ、佐々木さんだって生で見てたわけですもんね。見てます。マジで見てます。生とやっぱ違うんです、全然。いや、なんかね、やっぱ迫力がやっぱ。音がすごいんですよ。その殴られた時の。はい。どんな音してるんですか。いや、なんかね、もう。あんまり世の中に存在しない音しますよ。何なんだろうな、あの音。すごい音しますよ。あれは生で見た方がいいと思う、多分。しかも見てないもんな、一回も。去年も。あとなんかこの、対峙してる時の緊張感すごいっす。あー。今年って完成ありでした。完成、一応本当はダメなんだろうけど、はい、みくるくんのパンチが入った時のミクルコブやばかったっす、マジで。こういうのはやっぱでも生で聞くとやっぱ絶対全然違いますね。なんかすごかった、すごいなと思って。マジでやりたいなと思ったもんな、あれ。それがすごいですかね、やりたいなと思うんですね。いや、思いますよ、あれ見てたら多分。殴り合いたいなって。いや、殴り合いたいっていうか、なんかあの場所で、あの場所でっていうか、僕もやってみたいと思いますよ、格闘技。はい。だちょっとなんか何かしらの形でちょっと今年なんかちょっとやってみたいなって。チャレンジですか。はい、格闘技チャレンジ。はい。あ、元のジム通ってみたいな。いや、もう雷神誰と相手してくれるの。まあ、ジムはちょっと通いたいですけど、だからちょっと時間が難しいじゃないですか。まあそうっすね。だからもうあのシャドウだけで。シャドウだけで、はい、漫画の世界じゃないですか。漫画みたいに家で落ちてくる葉っぱをずっとこうシュッと使うっていう、あの初めの一歩のあれだけで。格闘技はでも確かに、でもやっぱなんないんですか、こうかっこいいなと思いましたね。やってみたいなみたいな。かっこいいなと思うけどな。やってみたいと思わない、明治あれ見てて。思わないです。そうなんだ。痛いの知ってるんで。え、けどあれ多分さ、最中は痛くないんじゃない。もうドーパミンみたいなの出て、うん、アドレナリンが出てて、ドーパミンって多分ちょっと違う気がしますけど。かっこいいじゃなりますけど、いや、やばいよ本当に。でも確かにいざ殴られるとなるさ、もうめっちゃ腫れるんやろな、しかもほんまにやばいことになるやろ。だって食らわなきゃいいじゃないですか。だからじゃあ、まあまあ、だからそのあれをしとかないといけないですね。そのフットワークとかのあの感じの練習というか。マイさんフットワークはなんか強そうっすよね。まあ避けるのは多分得意だと思うんですよ。ね、なんかマイさん目は良さそう、すごい。はい。もう本当にね、これいいぞ。
いやだからその喧嘩とかはやっぱしてきた人は特になんかそうなるんじゃないですか、やりたいなっていうの。いや、やりたい、マジでやりたい、はい、だって僕らのメンバーの中で唯一でしょ、佐々木さんが多分喧嘩とかで多分やってたの。僕ら他のメンバー多分したことないですから、ね、いや、ロケマサはだってなんかほら番長、まあエセでしょ、だからあれ結局もう明らかに。いや別にエセとかでもね、別にちょっと生きってるやつじゃないですか、ロケマサってやっぱ。そんなん言ったらもう僕も一緒ですよ。ガチのやつパターンじゃないですか、だって生きてたとかじゃなくて普通にでもリアルにやってたわけじゃないですか、喧嘩を。いやでも本当にやりたいです。まずサブちゃんとかでもいいから、なんかちょっと。いやでも格闘技やるんだったらまあメインじゃないですか、そのなんかちょっとその試合とかもしやるんだったら、はい、メインで試合やるんですか。だからその集大成じゃないですか、そのなんかやってきて。まあまあそうですよね、そうですよね。今年の最後、今年の大晦日とか大晦日とか見ない、来週行ったら一人になるんですよ。大阪じゃなくてもなんかまあどっかの誰かとマッチアップで、なんかいます、いますかね、やってくれる人。もう呼びかけたらいそうっすけどね。うん、なんか接点ぐらいがでもほんまいいっすよね。なんかちょっと、まあそうっすね、ちょっとギリギリのわからんみたいな、どっちが勝つかわからんみたいな。最後はあのもうクロスカウンターで1人と2人とも倒れるっていうぐらいまでいきたいですね。いやマジですごいっすよ、あれは。本当に大臣は、大臣はすごいっすよ。観客の多さがすごいんで、マジでやっぱり。確かになんかテレビ見たらなんか光とか結構来てましたからね。そうっすよね、はい。いやあれはマジ感動するもんな、涙でそうなるっすよ、本当に。へえ、その感動はやっぱあるんですね。あります。で僕はもうその次の日から、はい、もう高熱え、もうその雷神を見たテンションが上がりすぎたせいで、はい、高熱です。あ、もう熱出たんですか、ほんまに。高熱。お正月休みずっと高熱です。どこも行ってないし何もしてません。それがちょっとあれですね。ちゃんと PCR 検査も、はい、もうあの3回受けました。ええー、なんかやっぱ病院に入るときになんか受けないとダメですみたいな なるんですよ。まあまあまあ、まあ、確かに、はい、もう寝込み、大寝込みですよ。寝てる時ってもう何するんですか、本当寝てるんですか。イテウォンクラスを2周しました。2周しました。2周しました。なんで2周したんですか。面白すぎて。あ、イテウォンクラス見たんですね。はい、だから見てなかったんですよ僕今まで。はい、で2周したらやばいっす。みんなハマってたじゃないですか、フラ君とかも。はい、あ、ちょうどこの時にもう見るしかないんで。まあまあそうですね、確かに。だからあ、見ようと思って見たらもうおもろすぎて2周しま、はい、他の見ようと思ったんですけど、はい、もうイテウォンクラスに匹敵するやつが見当たらなくて、もうでもずっと寝なきゃいけないじゃないですか、どこも行けないし、はいはいはい、だからイテウォンクラス2周2周やばいですね、はい、1周やったら分かるけど全然。ずーっとチャンガーの話してますけど。メイジン知ってる。いや、見てないです。え、あれチャンガー知らない。知らないです。うわマジ。え、前さん知ってるんですよね。知ってましたよ、見たんだ俺。前さん誰ハスか。誰、あ、スワと。おスワと、あの、もう、ビジュアルで言ったらスワハスね、俺。あ、前さんスワ、そうっすね。はい。でも、まあその内面というか、性格で言ったらだから、はい、違うじゃないですか。あれ、何でしたっけ、もう一個の。イソ。イソ。僕、あ、もう本当に、もう、言っていいですか。はい。イソが好きです。でも一番めっちゃタイプですか。はい、もう顔から何からってことですか。もう、はい、まあ、可愛いですよね、イソ。イソやばい、可愛い系ですよね、本当に。もうイソやばいでしょあれ。はい、光もイソって言ってましたね。いや、イソ多分みんなイソってあんな。あ、まあイソね。でも、はい、あの専務いるじゃないですか。はいはい、専務も多分むっちゃ綺麗ですよ。あ、綺麗です、確かにめっちゃ綺麗ですよ、ね、あの人。ちょっとこの上の役やってるからだけど、専務もめっちゃ綺麗だと思います。確かに磯か、名人もお諏訪だろうな。いや、名人は絶対諏訪はずですよ。諏訪、うん、名人は多分お諏訪だと思う。いいキャラですか。うん、いいキャラ、大室長だと。え、前さん、男子だったら誰がこう、あれなんですか、あの中で。
いや、それはもうパクセロイでしょ。パクセロイのこの一番好きななんか名シーンとかあるんですか、前さん。え、名シーンですか。名シーンってか一番こう心に残ってるシーン、前さんの。心に残ってるシーン、はい、え、なんやろ、心に残ってるシーンって言われたら分かんないです、俺。でも、はい、パクセロイが一番かっこいいって今なってるっすね、僕の中で。いろんな人いるじゃないですか、はいはい、役柄的にもかっこいいですよ、ぶっちゃけあれ。確かに。ただその役者としてめっちゃすごいなって思ったのは、うん、あのあいつっす、あのライバル役というか、うんうん、いたじゃないですか、グンウォン、グンウォン。いや、グンウォンの役 の人の演技力がすごすぎて、グンウォンどんなクズなんて思う。いや、本当にすごい。やったけど、あれを本当にムカつかせてくるじゃないですか、この見てる人を、はい、はい。あれだから演技力すごいですよね。やばいっすよ、あいつのも、うん、だからなんか、あのドラマで一番ブレイクしたのは軍音役の人らしいですからね。あ、そうなんですか。なんか軍音役の人は、マジそのあの悪役がやばすぎて、うんうん、で、なんかそのいい役をやらせたいからって言って、いい役、次、なんかめっちゃいいやつの役もらったりとか、めっちゃブレイクしたらしいです、あれで。軍音。いや、でもあれすごかったな、はい、軍音やばい、マジ。いや、ほんとね、ぜひ見てない人はね、見てほしいですね。うん、まあ結構もう有名ですからね。いや、もうほんとそれ、僕家で言われましたよ。家でだからテンション上がってるじゃないですか。はい。いや、お前遅すぎるからってお前は勝手に今テンション上がってるけど、はい、もうみんな1年ぐらい前にそれもう終わってんのよ、みたいな言われましたね確かに、でもほんとに多分まあ、みんなが熱狂してた理由が分かったって感じですよね、はい、あんだけ言ってたのが、うん、で、あの音楽かかったらちょっともうチェンジ上がりません。いや、分かるわ、あの音楽てんでてん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 そんな感じじゃない。いや、そうっすよ。あの、ててててててじゃないの。いや、だからあの、一番メインの音楽と主題歌じゃないですか。てれてててテレ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 、いやいや、そうでしょ。いやいや、聞いてくれなさい、マジで。いや、それっすよ、メインって。え、そうっすよ、メインはそれじゃないですか。え、歌詞あるやつですか。え、なんか 歌ってる人、それ、なんか誰か歌ってる人、俺それっすもん、もうなんかイデオンに行きたいのは、その音楽ちょっと聞きながらバーンで行きたいですもんね。歩きたいんですよね、横に並んで。そうっす、そうっす。あれマジでなんか頭残るわ。すごいですね。なんか他にもあるんですかね。僕ちょっと教えてもらいたいです。韓国、初めて韓国ドラマを見て、はい、なんかうわすごい面白いなと本当に思ったんで。でも確かにあれクラスは多分なかなかないんじゃないですか。名人のなんかさ、心に残ってるなんかないの、そういう名作。確かになんか映画とか見ひん、彼女とか一緒に。でも彼女はなんかちょくちょくなんかドラマとか見てますけど。名人見ひんね。はい。彼女何のドラマ見てんの。韓流。いや、韓流は多分見てないです。映画ってことですよ、日本の。あとなんか、何だっけな、アニメとかは意外と好きですよ。アニメ、何のアニメ。前、鋼の錬金術師見てました。ああ、まあまあ、おもろいもんね、確かに。あと僕、それと、あの、僕の中でめっちゃ好きなドラマがあって、日本の、はい、それもあのひたすら見てましたよ、あの、プライド。あ、キムタクの、はい、アイスホッケーですか。アイスホッケー知らない。え、知らない。はい。え、知らんのよ、名人、プライド見たことないです。あれもやばいっすよね。まあ確かに、あれって伊藤英明出てましたっけ。いや、違います、坂口健太郎じゃなくて健二。あ、坂口健太郎。あー、プライド懐かしいな。はい、あのクイーンの歌が、はい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 、なんか連鎖。そういうのひたすら見てましたね、僕は家で。まあそれしかないですもんね、はい、もうむしろなんか見とくしかないですもんね、本当に。イテウォンクラスすごいな、あれマジで名作だったな。いや、あれ名作です、マジで。全員見るべき一つですね、作品の。なんかないんかな、本当に他に。もうイテウォンロスになってるんですよ、僕今。もう見ちゃったから。なんかその愛の不時着はいいって道聞きますけど、ね。なんか僕それでその後愛の不時着見たんですか。2話ぐらいまで見たんですけど。はい。なんかやっぱ。それ恋愛なんですか。どうしてもなんかこのなんだろうな。美味しいんですけど。はい。めっちゃ焼肉食べたいのに美味しい寿司食べてるみたいな感じになっちゃって、いや美味しいんだけど僕焼肉食べたいんだよなってずっと思いながら見てた。ああ。ちょっとなんか恋愛がなんか
ベースらしいですよね、あれ。そうなんですよ。男ちゃんはその恋愛系にあんまハマんない人はハマんないじゃないですか。やっぱこう、パクセロイ不足なんかなと思ってますよね。もうああ、もうあの、あの髪型であんなかっこよく見てくれてやばくないですか、あれ。でもあの髪型だって流行ってるじゃないですか。流行ってました、あれ。え、流行ってもなんか、あの時は流行ってたんじゃないですか。今もやっぱりいますよ。ええー。前さんだから僕今日パクセロイにしようと思って。いや、やめてください、ほんとに。はい。いやあれはパクス、ソジュンがあの役やってるからかっこいいだけで、普通の一般の人がやったらとんでもないです、あの、どえないです。パクセロイの髪型したら。宮迫さんやってたじゃないですか、だって。宮迫さんやってました。いや、宮迫さんってだって普段からそのぐらい、あんな感じじゃないですか。で、前髪下ろしただけって感じですけど、うん。いや、あれはちょっともう、パクソジュンやからあれかっこいいっていい。ほんま、あと役がかっこよすぎますね、ほんとに。おもろかったな、本当に、うん、ごめんね、好きでした。めちゃくちゃ結構食ったもんね。それでも長いぐらいですよね、俺たちは。まあ結構長いですね。はい、けど、まあ名人はあんまり短くしすぎない方が、はい。いいんで。ねえ、名人。そう。長さがないと。長さが。ね。まあ確かに昔から名人とは、こういう長さのイメージは。そんな感じですよね。はい。襟足が。どうでもいいじゃないですか。やっぱ名人痩せたから、いいね。シュッとしてて。確かに。もう一息ですね。あ、もうちょっと痩せたいんや。もうちょっと行くの。まあ、あと3キロぐらいは、67ぐらいまでは、ね。僕だってもうその、はい、2キロやってますよ。寝込みで。え、食わなかったんですか。いや、もう食えんかったって、マジで。食えんかったモンスターとか飲んでグー。やばいって、マジで。2キロやったんですか。え、じゃあ今何キロなんですか。59.2 とかでした、今日は。あるえ、でももう今 62ぐらいだったんですよ、1とか、はい、え、その時はさすがに筋トレもしてないですよね、さすがに。してないと思う、だからもうしてたやばい。このままもう朽ちていくんかなと思ってますということで、おめでとうございました。え、ただセットはしてないですよ、名人する。いや、あの、この後僕もまた動画撮りたいんで、僕もセットしてもらっていいですか、名人。あ、名人ですか。はい、いいですよ。名人と動画撮るんですか。いや、あの、佐々木さんも連れて行こうかなと思ってます、それ。はい。いやいや、やる気もお前、うん、どこに行くんですか、場所。いや、決まってないです、普通に。なんか飯食いに行って、いいとこ、それを動画にしようかなってだけです、俺は。痛いな、お前さん、動画にしようかな。俺はないんだよ、もう本当に、あの、ストックが僕の、はいはい、佐々木ちゃんの、はい、いいとこですね。え、でも本当イテウォンクラスの音楽は前さんのは多分間違ってます。いや、間違ってないですよ。テレ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 やってますよ、これ絶対。いや、絶対やってます。いや、絶対コメントじゃないけど、絶対俺が正しいです。あれですよ、あの、なんかマヌダディダ。いや、それは、いや、それはあれですけど、それだからかっこいいやつじゃないですか。え、その、いや、一番のメインは違うじゃないですか、それ。え、なんかだから始まる時っていうのが、あー、わかった。はい、あの変な虹みたいにわーってなってる。ああ、そうそうそう。ああ、なんかもうちょっとテンション上がる感じの、え、僕道が開けた時みたいになんか。僕そのスキップしてるんで全然見てない。いや、そこ一番あの音楽でしょ、だってイデオンクラスといったら。あ、これね。あ、そうそうそう。ちっちゃいやつね。え、前さんと全。いや、だから、たぶん、俺、サビの部分ぐらいから言っとうから、たぶん、なんかその、最初だから、ずっと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 
あれちょっとマジでいいと思う。確かにでもあのワオはいいですよね。めっちゃいいですよね、ほんとに。てれ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 、ワオ言ってました、確かに。言ってたでしょ。あれを聞くとも、ああ、イテウォンなんやな、みたいな。イテウォンクラスやな、これ、みたいな思い出すっすね。ああ、いい感じっすね。できました。ありがとうございます。おめでとうございます。お年玉。ありがとうございました。